はい、皆さん、こんにちは。今週もラジオ番組、<あ>ギブギブギブの時間がまいりました。今日はですね、この番組の最初に出ていただいた、長松ゼリーさんにまたお越しいただきまして、今の活動とか、えー、どんなことやってるのかとか、どんな狙いを持ってやってるのかっていうのも、ちょっとあいろいろ、今日は、えー、対談決しで皆さんにお伝えできたらと思っております。ということで、長松ゼリーさん、えー こそありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日お招きいただいて。今回2回目ですね。はいそうですね、2回目ですね。はい。3月に出ていただいて、はい。その後、いろんな方がこの番組にも出ていただいてはいるんですけども、ええ。あの、何回でも OK です。何回でも o ありがとうございます。はい。あの、前は、仲間の大竹さんが7月6日に出てまして、 結構面白い話があの盛り上がりまして、えー、あすごくエントリー資料のだったりとか、あと最近は私はアゲさんって呼ばせてもらってるんですけども、あの上園さんの在任セミナ,ンセミナー,あ、えー、コンサルにかける思いとか、はいろいろざっくばらに話していただければなので、はい、あの緊張せずに今日も臨んでもらえばと思いますあ。ありがとうございます、はい。今じゃあ活動内容の整理をさせてもらいますと、2月2十日に、 パーティーをやったと思うんですけど、東京支店の接種パーティーですね。はい、その後の活動っていうのはどんなことをやってらっしゃるんですか、はい、あ、はい、あのー、2月2 0日に本当にあの、はい、予想外のたくさんの方に来て、はい、いただいてですね。は <laughs> はい、はい、はいあのー まあ4月から毎月、東京で、あま、た普段広島にいるんですけど、東京であの毎月交流会を開催させていただいております。あ、はい、あ、じゃあ毎月ということは、えっと、4月からじゃあ毎月やってると。あそうですね。という形ですね。はい、4、5、6、で、今、まあ、この、えっと、放映は4月の終わりになりますけども、まあ、7月も、実は。そうですね。はい、7月はい。 <な>もう、えー、視聴者の方、ちょっと今、ちょっと、もし聞いてたらあれなんですけど、広島から出てこられて、交流会を毎月やっていらっしゃるというところが、一つポイントだと思ってるんですね。なぜかというと、東京の方が東京で交流会をやるのは、そんなに難しくないと思ってるんですけども、広島の方が東京に出て、毎月交流会をやるっていうのは、これはなかなかエネルギーがいる作業かと思うんですけど、そこはいかがですか、実際ご,ご経験されて。 そうですね。広島でも、あの、交流会は自分でやってなかったので。あ、なるほど、なるほど。はい。で、まあ、あの、まあ、どうせだったら、あの、毎月やった方が、関係が、まあ、密になるかなと思って。はい。で、まあ、あの、まあ、仲間にも、伊藤さんもそうなんですけど、まあ、手伝っていただいて、はい。毎月、なんとか、あの、まあ、参加者の方にも恵まれ、はい。 成り立ってるような状況です。<laughs> 結構なんか、当初はこの、まあ我々、資料と呼ばれますけども、資料、うん、の方以外の方、あの、生態師さんだったりとか、うんうん、あとはその、チャット GPT の講習やってる方だったりだとか、まあもちろん資料の方もいますけども、結構ジャンルがだいぶ最近増えてきたなって感じが。そうですね。はい、してますね。はい はい。あの、ま、もともと、あの、社外 GFO のアカデミーの仲間が、あの、当初半分ぐらいだと思うんですけど、あのまああの、普通の経営者の方が、あの、またお招きいただいたりとか、GFO アカデミーの人が、あの、さんを連れてていただいたりとかっていうので、あの、だいぶ、あの、 業種の幅が広がっているのはあの、すごく感じてますし、ありがたいなと思っております。あ、そうですよね。実際に、あの、餃子のチェーン店の経営者も、はいあの。ご参加されたり、そうですね、まあ。その方のお店でもやったり、はい、はいまあ。その方は同じ、こうね、あの社外製法のセミナー仲間でもあるんですけども、うん、<laughs> そういううちはあるんですけども、まあ、あとは、こう、なんですかね、まあ、銀座の、えーまあ、居酒屋であったり、 あと極めつけあれですね、6月になかなか入れない場所でもやりましたね。そうですね、あの三井クラブっていう港区にある場所でですね、なんはい中の三井のグループの役所者しか、特訓とかができないっていうような場所で、それもあの CFO のアカデミーの仲間がですね、 から手配をしていただいて、ええ、まあ、本当に、なかなか、あの、入れない、豪華な、はい、はい、まあ、空間で、ああ、そうでよね。えー、はい。やることができて、本当にありがたいなと思っております。ああ、そうですよね。あの、すごいじゃんゃの東京の一等地なのに、庭がしっかりと、こう、あるんですよね。日本庭園が。 そうなんですね。だから、もう最初の入り口からびっくりして、そうですよね。中に入って、また、あの、会場を見せていただいて、またびっくりして、そうなんですよね。はい、裏庭に、裏庭、ね、建物に出ると、もう、ここに届いた、まあ、季節の、あの、 花が咲くような形で東京の方も、あのあこんな空気が東京のど真ん中にあるんだっていうことで驚かれたりする方もいらして、はいまあ、本当に素敵な、はい、いい体験ができましたね。あいい場所でしたよね。はい、あの驚いたのは昭和39年の東京オリンピックを、うん、その諸外国の方が 日本にはワインなんかないんじゃないかと。だから日本でオリンピックやるのはけしからんっていうような話があったらしいんですけども、うん、実はそのミッチークラブの地下ですかね、うん、もうとんでもないワインが保管されてましたよね。そうですね、まああの企画していただいてたから、あ にかくワインセラーだけでも見てほしいとえうことで、です,ね、まあすごいんだろうなとは思っていたんですけど、えーえー、なんかそれを <laughs> なんか想像していたのは、はるかにあるような。そうですよね、はい、はるかに、ちょっとね、あの許可がないので、この、まあ、動画にも映すことはできないんですけども、あのまあ、もし興味がある方は、その役職の方、いつでもおつなぎしますので、 ああぜひともね、一度ねそれ、それだけで見る価値は全然ありますよねそうですね、あのその方の,あああの紹介がまた予約してくださる、はい、のことなので、そうですよねある方は、お声がけいただけたらと思います,そうですねあの写真は一応撮って OK なんですけど、はいその、スマホで写真撮った後に、毎日スマホでも落としてしまうものなら、はい、ワインがパラーンって割れちゃう、ちょっとリスクもありながら撮るっていうのが、1本あたりも数、 もう数千万ぐらい前がこう、ところどころありますもんね。うねこうちょっと手が震えながら、こっちに撮った記憶が、あとね、歩いてて割れちゃうんじゃないかってね、私のもうね、どうしようどうしようと思いながら、こう、ひやひやしながら。えー。あと振り返ったらワインがあって倒しちゃったりとか、どうしようかなと思いながら、ちょっとひやひやしながら、最後の方は歩いてましたけど。あ、そうだったん、ね、だ。まあまあ、大きいですもんね、だ <laughs> あとなんか特別コスみたいのがありましたよね。 特別コース個室、個室特別個室もう、あの、すごい、あの、あ重厚なそばがあって、えー、もう一人、一日一組しかいれないような、まあ、<あ>カウンターみたいなとこあって、はい、はい、まあ。ああいうところで行けたら、さぞかし、いいんでしょうね、と思いながら、まあ、私も、まあ、喧嘩してたんですけど、ええーはあ、はあ、い。本当に、まあ、なかなか、あの、できない。そうですよね。 まあ、そういう場所があったからこそ、諸外国の方から、あ日本もワインがあるんだということで、東京オリンピックが、まあ、開催されて、今の、まあ、日本が、まあ、あるというきっかけになった場所だそうです,あうですね。たまたまそのあの大食堂っていうメイン大のン分を、はいまあはい、予約をしていただいて、ですね、ええええまあまあ、この場でオリンピックのことがあの、まあ、話されたんだなっていうのを。 なかなかできないね、経験を、こう、皆さんね、うん、させていただいて、まあ、ね、正直根は張ります。ですけど、その根、ね、以上の価値は感じられるのかな、という場だと思いますので、ちょっとなんかいい記念日とか、お祝い事とか、うん、そういう時があれば、ぜひともね、使っていただいてもいいんじゃないかなと。そうですね。はい、なんか、あの、はいうん、家族の記念日とか、ね、はいはい はい、ね。ちょっと,いいと、ねね、この番組は何の番組だって言われちゃうとあれなんですけど、<laughs> まあ、そういうのを伝えるのが大事なのかなと思ってます。<laughs> あそうですね。えー、また、そこに来られた方もまた個性いたからね、その、まあ、弁護士さんだったり、会計士さんだったり、うん、チャット GPT の講師やってたり、うん、某プロ野球選手をやってた生態師さんだったり、うん、まあ、我々には、まあ、会計士 JDC のような資料だったり、うんうん、まあ、ちょっといろんな、こう、やっぱりあの手この手の、まあ、いろんな、こう、 経験された方が集まって、またより良い関係がね、また気かれた場でもありますよね。はい、そうですね。ウェブマーケティングの方とか、ファッションコンサルタントの方ましたくさんの業者の方がていただいて、すごく楽しく、お料理もお酒も、本当にんていうでしょう、豪華で。 2時間だったのが、あっという間に早かったですね。ちょっとまあ面白い話というか、我々にとっては残念な話なんですけど、我々がお誘いして、その方は当初はお断りされてたんだな、うん、なったんですけど、またその仲間内で誘ったら、実は参加するっていうされたという、<ん>ちょっと不思議な不思議な方もいらっしゃいましたよね。 そうですね。そうですね。<laughs> はいなねい,い、ね <laughs> うん、なので、やっぱり仲間の誘いってとても大事なのかなっていう。主催者がお声かけるのも大事ですけども、うん、そこに参加された方同士がまた行こうぜという。また交流かめようぜっていうのが、とてもやっぱり交流会って大事なのかなっていうふうそうですね。はい。まあ、あのー、はあ そうなんですよ。参加者同士でまこういですね。はい、あのまオンラインなりオフラインかわからないんですけども、も、まあ、そういうのが、ええ、あのまあ、少しでも広がっていけるのかなっていうので、はい、そうですね。そういうのは本当に嬉しいことですね、はい。そうですね。はい。まあ主催者側としてはやっぱりこうね。ある程度こうやっぱり。 来てほしい方にやっぱ来てほしいですし、やっぱいい場にしてほしいなってもあるのと、ちょっと人がそんなにこう事務局もいるわけじゃないので、ちょっとそんな何百人も何十人も呼べるようなところではないんですけども、目が行き届く範囲でってことで。そうですね。まあ、えっと、今のところ、あの、だいたい15人から20人程度で、あの、まあ、あまり人数多すぎて、まあ、その人柄とか、 分、はい、からなくて、飯交換だけで終わってしまうのも、はい、ちょっと、そうですよね。はい、あれえあのちょっと寂しいなっていうのもあって、最初はあの、はい、そうなんですよね。私もうちょっと別の交流会主催してるんですそこは今、目指せ100人でやってますけれども、うん、やっぱりこう会を追うごとに、やっぱり参加されたけど、飯交換もできない方みたいとか。うん まあ主催者だから名刺交換できましたけども、うん、その主催者のない方同士がじゃあできてるかというと、やっぱりこう、なんか仲がいい方たちがポスンポスンと集まっちゃってて、うん、だから輪ができちゃってるような印象もあったりするので、まあそういうのがね、うん、やっぱりせっかく来てくださったからには、やっぱりこう、人とに皆さんと接していただきたいなっていうのはやっぱり、はい、貴重なね、お時間、まあ皆さんいただいてますので、あの、あそこに参加してよかったなと。で、結果仕事につながったら、なおよかったという場になると。うんうん 存在意義は十分なのかなと感じてはいますね。そうですね、こういったあのみで、アトラクのョンの趣味とかですね、そうですよねトレーニングをされたりとか、そうですよね。いっいの仲間で、適切ではないですけど、いっぱいでお仕事になったっていうようなご質問をいただいているので。 そうですね。あ,あの、はい、その話もね、はい、ありましたよね。ええー。はい。はい。だからまあ、あのー、そういった意味では、まあ、少しずつ、あの、成果が出ているのかなっていうようなところを。あですね、はい。そうですよね。はい、まあ、その場をきっかけに、こうね、うん、ステップアップを皆さんね、してもらえると、果、ま、たさらにこうね、い、まあ、い方がこう、どんどんこう、参加されて、こう、また会もね、潤っていくのかな、なんて、うん、はい、思ってはいますけれども、はい。 そうですね。まあ、あの参たされた方は、はい、からあの、まあ、お世辞もあるのかもしれないんですけど、はい、まあ、はい、楽しかってまあ、また来たいっていうふうな<あ>、まあ、ここごとを、はい、いただいててですね。あなるほど、なるほど。はい、はいまあ。ありがたいなと思いますね。あそうですね。もう毎月ね、はい、定例化できてますんで、はい、そういった意味では、また8月、9月とか、まあ、また冬にかけてもね、こう。 また普通の飲み会とはまたちょっと違ったね、その季節を感じながら、まあイベント、まあ10月はね、バーベキューをやるとか、安心マナーものがあったりとか、やっぱりこう、なかなか他のビジネスコン交流会ではできないようなことが、うん、この CG パートナーの交流会でも実現できたらいいのかなという、まあ差別化ですからね。はい、あそうですね。だから、はい、あの、はい、これもあの、バーベキューも、イ、はい、チゴもまあ仲間がまあ、はい、キュとして、はい。<で>はい まあ、バーベキューの方、あの今、準備をですね、はいあの、いただいてるんですけど、1月にイチゴ利用をして、でまあ、2月にまたあの東京支店の設備パーティーをした六本木ヒルズクラブでですね、そこはちょっとあの人数がたくさん集まってもらえたらいいなと思っております。 えっと、22日近辺で、また、六本技術で、また、滞在す,すると。はい。はい、あ。あの、夜景がすごいですよ、本当に。あの、ね、この番組はね、技能湾の沖縄の番組になっちゃうんですけども、もし、東京に来られることがありましたら、六本技術だけでも来る価値は十分ある場所だと思いますので、ちょっとその、5十件近いれですよね、ちょっとなかなか、あの、あの許可がないとなかなかいけないところなんですけど、それ以外だったら、あれですつもね、あの、 マージュさん、作戦とかできますので、ぜひともね、楽しんでもらえるといいのかと思いますね。はい、あ。ああ、すごいですね。そういったもう計画もしっかり立てられてて、はい、あ。うん、一ちご狩り、バーベキュー。まあ、あと、あれですかね、こう、毎日その交友会の、まあ、全員じゃないんですけども、あの、スピンアウトして何日かで、ね、ゴルフやったりとか、うん、まあそういうのも多分今後出てくるんでしょうね、きっと。はい。あのー、 ま,あまだ3回なので、どういう展開になるか、ちょっと出ないところもあるんですけど、そうですね、基本的には、こういう会出てきた方が、ああのまあ自身のこととか、お仕事のことを、アピールしていただきながら、仲良くなっていただいて、直接仕事というよりは、 参加者の方で交流をしていただいて、そ,ね、まあそこから、ねあのまあ、紹介でお仕事に発展したらいいなっていうようなうで、ねはい、形で思っていますね。ああ、そうなんですね。うん、こう、やっぱりビジネスの、まあ、王道って、やっぱりこう、いかに人に会うか、人と接するかにやっぱりなっていきますもんね。こう、カチャ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 ね、電卓っていだけでは仕事、まあ、来るかもしれませんけど、うん、まあ、あまり来ない可能性は高いんじゃないかと思ってまして、やっぱりこう、 人と接して、あ、この人はどんな方かっていう、まあ、信頼を築いて、まあ、信頼貯金っていう言い方をする人もいらっしゃれば、うん、ラポールを築くっていう言い方をする人もいらっしゃると思うんですけども、ええ、やっぱり、あ、この人何者だと、だったと同じじゃ、税理士さんでも、普段会う税理士さんと、また会わない税理士さんだったら、やっぱり会う人に頼みたいですもんね。そうですよね。まあ、そうですよね。 はい、脈もまあ増やしていきたいですし、やっぱり特徴もあのしっかり、ちょっと広島と東京の,あの、ええ、温度差っていうのも、まあ、かなり感じていて、あそうなんですねかちょっと別の国みたいな感覚が。 あ、そうなんですね。じゃあ同じ日本、日本ですけど。はいはい。あの、ディズニーなムみたいな特殊な空間ではないんですけど。ええ。あ、そうなんですね。そうですね。はい。なので、まあ、働く服装が近いですね。まあ、働き方ああ、なるほど、なるほど。はい。まあ、レー服装も。はい。あそうですね。服装も、やっぱり、あの、広島スーツ着て、ネクタイ締めてっていう方が。ああ。 多いんですけど、まあ、割と。はい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 。東京の方では、営業の方でも、ジャケットとかで。そうですね。今。ジャケットで T シャツの方は増えましたね。そうですね。あの、ワイシャツを着るのが減りましたね。はい、確か、こういうのも、まあ、驚きでもあり。ああ、下手な話、あれなんですよ。あの、お昼とかで定食焼くと、 スーツで、うん、特に白いスあのワイシャツで、紺のスーツ着きに行くと、飛べると、店主の人と警戒されるんですよ。あ、そうなんですね。で、なんでかというと、もうそのスーツ、白いワイシャツに紺のスーツ着る人って、うん、銀行員か税務署の職員なんですよ。ああ、なるほど。<laughs> 税務署の職員じゃないんだ、あいつらは特に。店員がなんか、<laughs> あ<ー>私、声かけらたんであの会議時に。はいはい、え、ひょっとして税務署の人ですかというふうに。 あいやあ、違います、違います、違います、っていう。<laughs> あ、普通の事業会社は経理がいですっていう。あ、でも経理のテレ見ましたかっていうふうに言ったんですけど、えー、はいそんなね、やっぱりオチがあるぐらい、やっぱりこう、スーツを着ると、ちょっと、う、えー、んマいやっていうね、思ったりするっていうこともあるので、最近はこう、まあ、場所に合わせての雰囲気は大事だと思うんですよね、スーツとか。えー、ラフな格好って。はい。やっぱり、オフィシャーの場合はスーツね、それはやっぱり着ますし、はい。うん、はい。その、そね、はい。周りに合わせた状況で、 やってる方も多いのかなって気はする一方で、そんな話をしていけない私の紹介パートナーの方は、そういったオフィシャルの場でも堂々とラフな学校で行っている人がいたんで、ごめんなさい。ちょっと嘘ついちゃいました。誰とは言いませんけど。聞いてよって、自由な分、より大切なのかなって思ったり。そうですよね。大事ですよね。はいはい。 そんなね、交流会をやらせていただいて、人とつながりも出てきて、もともと皆さんがつながってた方が、点と点となってたのが、性につながってきたという、そんな場合にだんだんなってきているかとは思うんですけども。そうですね、だいそんな形になってきて、3回連続出席していただいたりとか、1回のと回出席していただいたりとかっていう方も。 いらっしゃるので、はいはい、その中で、あのまあ、よりあの密度が濃い関係も、まあ、できているのかなというようなところあもしそうね、自分で交流会立ち会うはちょっとね、ちょっと難しいとか、うんまあ、そういった方がもしいらっしゃればね、はい、あぜひともね、あのご覧お声かけいただければ、あのいつでも、あのよほどな定価じゃない限りは、一応受け入れる予定ではおりますので、 何かこう参加して、な、まあ、何でもいいでね。こうご自身の、ね、こう自己紹介するのを義務だと思ってまして、うん、あ、あなた方、そんなことやってらっしゃるんですとか、あとはどんな方とつながりたいんですかとかで、そういうふうに話を持っていきますの、ね、で、うん、そうすると、あ、こんな方とつながりたいですね、なった時あ、こんな人が、あ、そこにいますよとか、あとは欠席したけど、えー、あ、こんな方、実はこメンバーいますとか、うん、あとメンバー入ってなくても、後ろにあそういう人がいるから、じゃあ、あとにつなぎますとか、うん、そういったね、こうもう前向きなこう人脈の構成が、 このできればでもありますし、うんはい、前、あの私もそうあの三井クラブでつながった弁護士さんとちょっと交流を持たせてもらって、あるちょっと<え>あの、まあ、上場会社の子会社の規模、えー、の大きな会社さんをお伝えさせていただいたんですけど、はなんかベンチャーの,おしあの中心に、えーうん、やっていきたいという、最近独立された方ですかね、あの方は。F 弁護士さんですかね。 ちょっとひげ生やした、ちょっとイケメン風の。ああ<ー>、<laughs> そうですね。ははいはい。<laughs> はいはい、ちょっとこれを見せだしたいいのか分からないんですけど。<laughs> はい。あの方もね、またそんな話をしたの今度はご自身が参加されている、このベンチャーの方があの入っているコミュニティに、うん、じゃあ参加しませんかと言われては、じゃあ,あ参加してみたいとかね、そういったのがね、できてきてするので、そう。だ結構、皆さんね、人命的に身近にいるんですよ、実は。 そう。ああ、もう紹介パートナーにしまうか。もうね、まあ、その知人だったり、まあ、家族だったり、こう、結構こう、身近にいらっしゃいますので、もう私、こう、あ紹介パートナーが誰もいません、なんていう方は、たまに声聞くんですけど、いやいや、そんなことないですよ、ないですよ、と。我々、声かけていただければ、ほぼ強制的に作りますんで。そうですね。ほぼ強制的に。はい。そこはちょっと一瞬、愛しく入ってますけど。なので、人別ね、あの、 ちょっとで自信ないよっていう方がいれば遠慮なくあとず々ずしくおせっかいに広げていきますのであはいはいそれが私のモットーでもありますしはいはいまあポリフ会立ち上げたいっていう方がねもしいらしたら伊藤さんにお願いするのもいいでしょうしまああのまあ私の方でお手伝いできとことはまだないかもしれないんですけどあの、まあ、とりあえずあの <laughs> やってみる っていうのは、また、あれですよ。なっていうのは。はい,まい。そうですね。うん、高松さん。そうですね。うん。もう五人ぐらいの月があっても、まあ、うん、やってみようっていうような形で、まあ、始めたんですけど、うん、まあ、えっとおかげさまで、あの、十五から二十人ぐらい参加していただいてですね。うん、まあ、そうですね。まあ、やってみると、なんかお手伝いしてくださる方が、うん。 はい、出てきて、そうですね、まずやってみるっていうのは、大事かなっていうようなことは感じますね。はい、あの同じ話が、7月6日放送の大竹さんという方も言ってましたね、まずはやってみなきゃ始まんないよっていうふうに、あえー、そこをもやたらと主張さ、ね、れてましたね。あそうまあ、彼はちょっと別格なのかもしれないけど、彼ぐらいで動けたら、ね、やっぱりこうすごくね。 結、うん、も葛藤はあったとは思うんですけど、えー、葛藤の結果、あれだけ爆発的な行動力を <laughs> されたっていう、まあ、一つの事例ではありますけど、はい、そうですね、まあ、大竹さんが <laughs> あの本当にアカデミーの同期だったんですけど、すごく活動されてて、はいはい、あ成果すぐ出るんだろうなっていうふうには思ってたんですけど、なんか、はい そんなにすぐではなかったんですけど、まあ、見たらなんかボンボンボーンって感じで。ああ、なんかね、火がつきましたね。はい。はい。すごい、ねっぱあそれまでの行動の積み重ねっていうか、蓄積が。そうですね、そう思いますね、彼の場合は。そうですね。はい。まあ、その、大竹さんって方も、この交流会では、2月22日にご参加いただきましたけども、そういった方もね、 まあそれに近い方もね参加されていますので、うん、ぜひともね、うん、どうやってつながっていたいのか分からないという方には、すごく適してい,ればかなと思いますねそうですね、ぜひ、はい、あの参加していただいて、先ほど、まあ、伊藤さんもお話しされましたけど、やっぱり、はい、人は人で磨かれるとかいうことも。はいはいはい あるとは思いますし。し<え>まあ、人とのご縁っていうのは、やっぱり、ええ、あのまあいつの時代も大切なことなのかなとは思うので、ああ、いいことですね。まあ、そうですね。まあ、そういった形であ<ー>ま是、あ、非一度参加していただければと思います。はい、はい、あありがとうございます。まあ、そんな観音でもう時間があっという間にもう終わりを迎える時間になりましたので、あそうなんですね。ちょっと今ね。はい、ちょっと閉めちゃった。言葉だなのかもしれませんけど、改めてじゃあ最後に。 じゃあ、締めの言葉という形で、あの、お話を。いただいてもよろしいですか。はい。はい。ありがとうございます。まあ、あの、私、最近なんで税理士を始めたのっていうような、あの、こと、あの、とは。質問を受けたことがあって。はい。まあ、あの、ま数字が好きで、あの、まあ、それで、よくに立てるような仕事って考えた時、まあ、税理士。が、まあ、思い浮かんだんですけど。まあ、よく、よく、こう、さい、それで考えてみると。 やっぱりあの、まあ、税務だけではなくて、そういったあの今だとまあバックオフィスのサポートとか、管理会計とか、まあ、上場の準備とかですね、あのまあ、そういった中であの数字ってどうしてもあのついてくるものなので、まあ、それあの経営者にあの分かりやすく、まあ、ご説明したり、まあ、経営者の思いをあの数字で表したりとかっていう形で、 あの中小企業の,あの発展に、えー、貢献していきたいなと思っております。あ,ありがとうございます。はい、はい。まあ、はい、そんな形で皆さん、ぜひともね、あのお声かけいただきで、ご参加の方お待ちしておりますので、えーとはい、よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、あ,あの、本日は、なるまさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ、番組はここで終わりになります。ありがとうございます。